道を一歩一歩登る足跡がいつか輝くなら遠回りも愛しい物語。はい、はい、桜の木に咲いたちっちゃい花びらだった。そんな私にスポットライト当てちゃう変わり者、なんかうまく言えないけれど全然嫌じゃなかった。むしろこそばゆいくらい嬉しかった。二人は五十歩百歩向かう未来は同じなのに、ボタンをかけ違う旅座礁。今はただ前進しよう。その手のオールを貸してくれるかな。先も一歩一歩諦めない足跡二つ、どこかの坂道からも。